ございます。ファイターだな。もうこの場で2時間おるんですか。ダメだこれ。ダメだこれ。おじいちゃんの用事がとりあえず今日の分終わりましたので、ちょっとご飯を食べにやってまいりました。今日はなんと黒豚食べたいと思います。初めてここ指宿駅からすぐのところにある青葉さんっていうお店、で予約早い時間やったらまだ行けますよっていうことで予約取れたので、お昼ご飯も食べてないのでちょっと贅沢楽しみたいと思います、またお店の雰囲気は動画でどうぞ。はい、動画でどうぞ。いつもやってるやん。嘘ついてます。お疲れ様、お疲れ様。いつもやってる、いつもやってる。忘れた、あかんやん忘れたら。私はパッションジュース。パッションフルーツパッションフルーツジュース。お疲れ様。パッションフルーツか。ね、生ハムサラダ、黒豚の生ハムサラダ、そうなんだ。なあ、はい、黒豚、なあ、トントロ焼きます。焼いていって。はい、トントロ。行きます。甘い。甘い。めっちゃ美味しい。あ、うまっ。黒豚、まず黒豚やな。おい、これ、はい、生ハム。おいしい。うまい、うん、ならよかった。うまい、うん、うまいな、うん、黒豚がこのうまいのは聞いてたけど、このトントロマジでやばい。おいしい。うまい、うん。南の端ってやっぱ行きにくいけど、来たら割と楽しめる土地やね、ここは。人がすごくいいね。あ、人がいい。あの、うん。まあ、めんつゆのような。おー、そうやな。そばつゆの、うん、うん、甘い。いや、もうそれにつけるよな。甘いよな。何名様？2名様。はい、砂糖入ってるの？うまい。うまい。あの、下に当たった瞬間から。すいません。違う。鹿児島の梅は、キランチャ。キランチャ。私もなんかいっぱいお土産とかいろいろ買ったけど、やっぱり毎回絶対買いたいのは、キランチャ。俺も一緒だ、そこは賛成よ。なあ。もうあるもんし。山川漬け。山川漬け。普通の壺漬けよりもちょっとあっさり、黒糖が入ってるのかな、あの甘さは。で、オクラも、でもオクラはもう持って帰らへんから。違うね。美味しいよ、オクラ。あとお酒はリエモ、もう絶対リエモ。リエモ。うん。あと鰹節、もうこれもう匂いから違う。香りか、香りから違うし。本から節、本から節。あの、卵かけご飯にしたらもう全然味が変わる。おすすめ。ちょっとやっぱり割高やけど。指宿に来たら鰹節と、チランチャ。チランチャ節。はもう絶対、あと坪塚の山川漬け、山川漬けはおすすめです。今日お昼食べてみたら余計おいしい。しみるわ。うん、しめない。お蕎麦です。おいしい、おいしい。
細麺なあ、いや、うん、見てて思っとって、細い麺やなと思って。何これ、ちょっと変わってんな、コシめっちゃ強い、めっちゃ強くはないけど、はい、ごちそうさまでした。ラーメンもすごく美味しかった、美味しかったね、満足満足、贅沢しました、贅沢しました、はい、はい、じゃあ戻ろうか、ごちそうさまでした、カスマートードロール黒豚地鶏、駅が、うん、あ、駅はこれもうここの右手、そこを見に行ってすぐ近いね、駅はもうすぐやね、駅近い、駅前、うん、もう行く前です、じゃあ帰りましょう、で駐車場がそのこの裏にあるから、そうそう、駐車場がこの裏、うんうん、はい、例のいつものお風呂にやってまいりました、心の湯やったっけな、うん、ここのお風呂がすごくいいねんね、もうこの辺はここしかない、ないな、選ぶことできひんか、うん、でけどいいよな、あの他に普通のは、うんうん、温泉っていうか、うん、殿様湯とかあるけど、殿様湯はちょっと無理やででもあそこは伝統あるお湯やからな、ってなっとった、殿様が船乗ってお風呂に入りに来たっていうぐらいやから、そうそうそう、だけどスーパー銭湯って、うん、あなたはサウナに入りたいのもね、うんうん、ということで、お風呂入ってきます、まあまあいつものことながら、はい、私は、はい、ここからはマスクもしくはモザイクと変わります、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、さあ本日は何時間コースですか、あんまり長くサウナ、うん、サウナあんまりやったらあかんで、はい、おさらばよ、はい、道の駅山川伊予街道に到着しました、お風呂入ってすっきり、私はいつもの黒ラベ、あなたは濁り酒、美味しい、飲みやすくて、うん、即寝やで、あんた即寝やの、ああ降った、降った、入れましょう、お疲れ生です。うわ、久しぶりに美味しい。それモザイクの軽減に協力してるつもりだ。そうなん。優しいやつやな。余計ややこしいんやけど。あれど、あそこでご晩ご飯食べてきた青葉、うん、青葉さんで、初めて黒豚、鹿児島といえば黒豚を食べてきました、で食べたことはあんねんな、あのおじいちゃんが、うん、黒豚を送ってくれるやん、うん、くれてた、うんうん、それではまあ食べたことあったんで、お店では食べたことがなくて、なかったな、うん、まあ、一回は食べてみたいなと思うんですよ、ね、そうそうそう、食べて美味しかった、あの何が良かった、黒豚のトントロ、うん、トントロ、うん、もう甘いねんな、美味しかった、脂が甘いな、うん、なんか最近よく言うよね、甘いっていう言葉を、うん、塩と、うん、柚子で、柚子胡椒で、柚子胡椒で、うんうん、で食べてんけど、臭みが全然ないし、うん、甘い、そうそうそう、甘いな、で黒豚のしゃぶしゃぶも美味しいやけど、もうちょっとそれが霞むぐらい、うんうん、トントロが、あそこはあの一品料理もたくさん置いてて、うん、で定食も置いてて、うん、でまああのアイサブサブとか、うん、ちょっとお高めのあとカツオね、うん、だから人がたくさんいてる、うん、いてた、うんうん、で地元の人じゃない感じの人もいてたで、うんうん、やっぱりあの観光地、うん、の人気のお店なのかな、うんうん、駅前だから、うんうん、で駐車場もまあまああったよ、うんうん、で止めれるので。車でも指宿駅のすぐ近くなんで、よかったね、うんうん、でいつもの
心の湯もうね、今日久しぶりにまたそこの大浴場の方、うん、めちゃくちゃいいよね、あの子いいな今日また行って再認識、うん、あいいなと思って、うん、やっぱいいなと思う、ねうん、この心の湯はあの750円、うん、安い、ね、安いご飯屋さんもめちゃめちゃ美味しいそうやね、うん、で清潔うん、そうやねうんで、あの人も柔らかいから鹿児島の人いいよね、うん、柔らかいそれは思うわ、うんうん、みんな優しい、うん、手親切、うんうん、温かい感じだねするする、うん、おすすめ指宿に行ったらそこのお風呂いいと思いますそうやね一番いいのは白水館のお風呂だけど高すぎるいやそやからお風呂をもう一日、うん、こうゆっくり楽しむっていうのであればあの価値、うん、払ってあのすごい絶景やからあそこのお風呂は、うん、やなのはわかるただちょっと入浴にっていう3000いくらはちょっとまあ、うん、ちょっと高いなってやっぱ思ってしまう1時間そこらで上がるんであれば、うん、やったらやっぱ心の湯で、うん、になると思う750円、うんまあ、だけどいいお風呂でしたもう750円やしねそこが一番気に入ったかもしれない私今から漫画見るから話しかけてかんだけなそれ分かれへんわやっぱ用があったら話しかけてもうだってもう途中で何か分からんくなってくるじゃああのな夫婦でな、いいってどういうこと私もちょっと自分の、うん、私は読書をしてえ漫画や私趣味は読書やいきなりあの私が何か質問をしたかのように勝手に喋りかけてくる感じるねあ、今問われたなって感じいや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 教えてあげた方がいいやろなって思うこと 何を言ってんやろって言ったら意味わからん共有せなあかんやっぱりいやって聞いてへんし興味ない同じベクトルを向いとかなあかん、ね、興味もなければもう聞きたくもないいやあかんなそれじゃああかんわ、うん、どう思いますかあかんと思いますということで、明日はまたちょっとおじいちゃんのちょっと用事があるので、でその用事を済ませて、ちょっとその時間によるけどね、でそれでもう早速大阪の方に戻りながら寄れるところを寄りながら、今の一番のものこれができたらいいなと思ってるのが熊本に寄ってこの間食べた6月6日さん、あそこに寄れたらいいなってちょっと思ってるね、うん、ちょっと違うのまだ食べないね。違う私次は3種類セット食べるということでちょっとゆっくりあなたは今から本読むんでしょ、うん、そう読書の時間私は今からちょっとぼちぼちちょびちょびと飲みながらちょっともう眠くなったらもうすでに眠たいけどね、うん、寝ますはい、はいショックなことが起こりましたチーズが見当たりません冷蔵庫に入れたつもりのチーズがないので今日は禁断のポテトチップスポテトチップスコンソメ味これをいただきますあショックやな絶対あのクーラーボックスに腐ってるわさあしゃあないいただきますおはようございます、今道の駅山川伊予街道さんを出発して、朝1からとにかく、用事を済ませてまた旅を再開したいと思います八木さんはまだすっぴんの生まれたての顔のためにプップーでございます今日はあの、雨って言ってたけども今雨止んでるよねうん今雨止んでるで、うん、か湿度が高いな高い、うん、景観がいいからまだ癒されるけど、うん、これかないや向こうの俺はお店向こうで見たおじいちゃん向こうやでな、うん
これですか、うん、これはカメラです。誰が映るの？おじさんが映るの？映りますか？阪神ファンの。そう、神奈川。僕大阪ですよ。阪神ファンだね。阪神ファンです、うん、やっつけられないけどね。やっつけられました。その頃勝ったり負けたり、ね、頑張ってほしいです。あのね、ハラミ、うん、おお、カツオのハラミってあります。ハラミ、これ、あ、それか、これか、これね、あ、これやね、うん、これ500円です。500円です、はい、これちょっと、これ一つください。1枚でいいのね。あ、1枚で、はい。どうやって食べるの？そのまま食べれるの。あ、そうなんや、うん、チンして食べてもいい。あ、それは美味しい。足を25分ぐらいつけて、それから食べられる。あ、なるほどね。一番のからね、阪神の。阪神は、阪神は地元。あ、ほんまや、阪神や。地元だから。ここにね、いいのが記録がある。あ、ほんまや、こんなんあんねや。裏表。買ってきなさい。いや、これ買っていかない、買っていかないです。だってこの焼酎のここしかないんだもん。え？僕らね、焼酎はリエモンって決めてるんです。はい、かつ節でいきます。あ、すみません、ありがとうございます。どうぞお願いします。こっちじゃなかった。ここここ、うん。おじいちゃんいつもこっちの。なんか。ほんでこれをこう出たよね。腹皮はこれです。行ってみようか。うん、オッケーオッケー。これください。はい。これはもうほんまにおじいちゃんがここって言ってたから。オッケー。これを変えたらあそこじゃ。道の駅、伊予街道やね。伊予街道、うん、今川伊予街道、うん、お世話になり、いや、違う今川じゃない、また言うてる、道の駅山川伊予街道で、お世話になって、で、用事を済ませて、そうそう、今日ここはね、あのここの道の駅にはあのおじいちゃんがいつも買うカツオ、カツオ節の腹を取った部分の、あのカツオ節の残りらしいね。そう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 、側になる部分って言ってた。一匹のカツオをカツオ節にした、このなんていうの、捨てる部分じゃないけど、なんていうのね、まあカツオ節にならない部分やね、うんうん、俺もよく分かってはないんだけども、それを一夜節したのが、あの、結構ほんまに美味しい、カツオの味がする。カツオやもん、うん、でそれを焼いて食べたらちょっとお酒のあて、ハラミやからね、うん、お酒のあてっていうか、うん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 、でここがここの、うん、あのそのハラミが美味しいので、うん、もう買うんならここって言ってたから、うん、買って帰ろうと思って、うん、猫ちゃんが喜んで食べてました。ちゅうことで鹿児島県滞在時間は短かったですけども、バタバタした、はい、用事は一応できることは済ませたので、とりあえずな、はい、向かいましょう。はい、ちゅうことで、はい、行ってきます。なんか買ってきましたよ。うわ、すごいな。全部オクラ。全部オクラのソフトクリーム、オクタのソース。全部オクラ。で、うん、パッションフルーツ。今日のバーよ。いや。これな、イブスキの、うん、あのアプリのポイントで買ってた。昨日大量にお土産買ったやん。大量にお土産買いました。開けて、開けますわ。向こうから。ほんで、チランテのトマト。あ、売ってた。よかったよ。お釣りないで。あ、お釣りないの。道の駅イブスキの、うんうん、限定のソフトクリーム、うん、はい、パフェ、パフェ全部オクラからで、キシナも食べようって言ってんけど、うん、ちょっと無理やった、時間がなと思っとったら無理だったので、うん、これはちょっと昨日の晩から思っててんな、そうそうそう、寄ろうと思ってた。でついでに、チランチャ、チランチャの粉末、もうこれマジで美味しい、簡単ですね、うん、もう売ってたので買いました。はい、焼酎に入れると、で割ると、今私のハマってる、ドハマりしてますね、うん、あなた、うん、JJ の焼酎杯と今お茶割りの焼酎、いや、ハマってるね。よっしゃ、ほんでいただきます。いただきます、はい、ソフトクリームからこれもオクラ、オクラ入りやな、オクラのソフトクリーム、なんかネバっとしてる、みんなでオクラや、うん、オクラやん、風味がオクラやん。でこれわらび餅、オクラのわらび餅。あ、オクラの味するわ。オクラのわらび餅。
ほんでオクラのシフォンケーキ、オールオクラやな、うん、オクラは体にいいね、うんうん、腸活ってなってたよ。ここで買うとオクラは安いんやけど、うん、ほんまに買って帰られるのが残念やでな、うん、でどうにかしてあの持って帰られへんかって聞いたら、うん、ここでもう切って湯がいて冷凍して持って帰るしかないんで、うん、やって意味ないもんな。できひん、まあ、諦めました。うまっ、ほんまに糸引くなあ、美味しいな、うん、600円、うん、もうこんなもんなんかな、うん、だから普通のソフトクリーム500円ぐらいですか、うん、だったらけどこれやん、うん、これ、うん、来たら食べたくなるやつやな、うん、これはちょっと食べた方がいいね、うんうんうん、ぐらい美味しい、うん、で、あの値段とものが納得できる、うん、納得できるな、うん、美味しいけど納得できるのたくさんあるやん、ある、うん、高きりゃいってもいいんじゃないでしょ。そう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 、まあ結婚してやってからずっと言ってるけど、ボロボロこぼれるやつは吸いながら食べる。あんたやさっきこぼしてんの、美味しかった、中途半端じゃないね、うん、すごい、ほんまにちゃんお前のうまいこといけたね、うんうん、美味しかった。うん、とろっとして美味しい、美味しかったね、うん、面白いな、あなたって。はい自然に体が動こうはい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった、はい、今日も穏やかに過ごしましょう、はい、それでは向かいましょう、はい、はい、時間が押しております到着